こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です今日はビットコインについて、えー、仕入れ代金の社内にね、えー、ビットコインを使うべきかという質問が来たので、まあ、ビットコイン仮想通貨について調べてみました仕入れの代金ビットコインで払うと、まあ、そんなことも起こるんだねというのでね、えーまあ、ちょっと意外意外というかおビットコイン来たねという感じなんですけどもともとビットコインはね えー、よくわからないものには投資をしないという主義のもと、まあ、いまいち理解できないんでね、えー、全く投資して儲けようとか、えー、どうか積極的にやろうという気はなかったんですけどね、まあ、ただ、これだけ値段上がったとかね、も、えー、かったとか、えー、どうなんだっていう話題になってると、まあ、気になる方もいると思うんで、まあ、それも含めて、ねえー、仮想通貨、どういうものか。 調べてそれについてシェアしたいと思いますまずまあ投資としては否定的なんですけどまあ、海外証券安くできるとかね国に依存しないので、えー、言いがかりの税金でお金を募集されるリスクをヘッジできるという形ではね、えー、まあメリットなのかなと思ってました調べる前はねただねこれ変動が 多すぎて海外送金、安く本当にできるのかどうか微妙ですよね、手数料そのものは安く取引所でできますけど、えー、ビットコインを買って送金しようとしている間に、ね、値段下がったらその送金手数料が安くできる分以上にそれは損をするでしょうとあるいは、ね、スプレッドがどうなっているのかなと、まあ、これだけ値段の動きが激しすぎるとその通貨としては非常に使いにくいんじゃないのかなと。 いいうのを、ね、思いましたでそれとね、えーまあ、お金の出入りが見えないんで、えー、没収されるリスクは減るのかなと思ったんですけど、まあ、逆にこれは、ね、後の方うでまあ最悪のリスクということで話しますけど、裏を返すと、えー、没収されるリスクを高めるかも,かもしれないというか、その可能性が高いんじゃないかなというふうにね、ちょっと考えが変わりました。 でそもそも通貨ね、ビットコインと普通の通貨って何が違うんかなと思って、まあえー、ググってみたんですけど、まあ、ウィキペディアで調べるとね、まあ、通貨というのは金や国家の裏付けがあるのが特徴と。ね、このいでしていつの時代の話を書いてんだと思ったんですけど、今ね、えー、主要通貨で金の裏付けがある通貨なんてのは存在しないです。ねえー、ももううニクソンが辞めちゃってからもう、えー 通貨にはね、裏付けはないと、金の資産の裏付けないというのがもう常識になっちゃってますね。で通貨の要件は国家の裏付けであると。まあ、国家の裏付けって言ってもね、えー、まあ、ほ通貨といえばまあ一番の需要がアメリカドルなんですけど、アメリカの財政状態を見てね、このね、 破産してる人に俺が保証するから金を貸せとかね、言われてるのに等しいわけですから、まあこれはちょっとめでたすぎるなと。ユーロに至ってはね、そのユーロというお金があって EU がありますけど、じゃあ EU は誰なのと、ね。まあ、実質ドイツがお金の裏付けではメインですけど、まあそうは言ってもね、えー、イギリスが脱退したとかね、えー、ギリシャどうなんのとか。 えー、本当にその東の方の国大丈夫なんかいというようなね、えー、その保証している国家自体が誰かが定まってないしね本当にその通貨の保証できるのかという疑問もあると、まあ、とても安心できるような裏付けはない、まあ、そういった意味ではね裏付けがないといった意味では、えー、ビットコインもオールド通貨もまあオールド通貨って分けてますけどね仮想通貨も、えー、普通にドルだの円だのユーロも違いはないとじゃあなぜね 金本位制をやめててても、も国家のの裏付けはなくても通貨が成り立っているのか。これが何でかなと思ったら逆に考えると裏付けはないんだけどじゃあ裏付けないんだったらねビットコインが取って変わっちゃおうとかね US ドルよりね、アマゾンポイントの方が信憑性が高いからアマゾン変わっちゃおうというようなことをやろうとした時どうなるかというとまあドルの立場を取ろうとすればね、えー、アメリカによって叩き潰されるのはまあほぼ確実と。 だからねいつの間にか通貨に対する裏付けというのはその価値を保証するということじゃないんだけど、まあ、価値があろうがなかろうはこれを使ってくださいと、ねえー、いちゃもんつけたらただじゃ置けませんという恐怖に変わったというのがね言えるんだろうと、まあ、大改案はないし大改案を作ったらひどい目に遭うしだったら価値があるってことにして使うしかないと、ねまあ、そういった意味ではね、えー、本質的に価値がないのはどっちも変わらないということになってました。 ただ本質的に価値はなくても価値を否定して代わりになろうとすればひどい目に遭うのがいわば国家の裏付けというかね、えー、国家のケツ持ちというか、えー、そういうことになってますねそう考えると、まあ、ビットコインはね軍事力を持った国家に依存しないわけですから価値を守ることができないとまたねすでに通貨を持っている国がビットコインの管理主体になるという可能性は低い そう考えると、ビットコインはチューリップのキュと同じ結末を迎える可能性が多分にあると、まあ。通貨というものに過信するのは危険ですけどね、えー、それ以上にビットコインに手を出すのは危険であるという、えー、結論に至りました、まあ。ビットコインは全くお勧めできないです。もうどうなってもね、やっぱ悪い予感しかしないと。まず、も儲かるならいいじゃんという考えが一つあるんですけど、 まあこれね最悪のシナリオの一番として、儲かった人、気をつけとかいいですね。国税は鬼より怖いへん。これね、うまく儲かったと思ったら、税金で全没収と。ね、これね、送金の証拠をつかみにくいってことは、持ってる子ね、全部あんた、ビットコインで儲けたお金でしょうと、ね。ビットコインで儲けたお金で合流して、残ってるお金でちょうど税金分ですねと。 言われたらですね、いや、これ違いますよ、これ、働いて稼いだお金でビットコインじゃありませんというのをね、証明することができないですね。証拠がつかみにくいってことは因縁つけられたら証明できないってことなんで、これは恐ろしいですね。ビットコインを叩き潰そうと思ったら、見せしめにこれを何人かやろうとする、やればですね、まあ、誰も恐ろしくてビットコインなんかやらなくなっちゃいますんで、このパターンは大いにありうるんじゃないかなと思いました。でそれから まあ最悪のシナリオに、まあ、チューリップの球根編ですねえ。でも裏付けないし、これ崩されても誰も報復しないんだと、これ本当は価値ないんじゃないのと、ね。ダイヤモンドとか金みたく好きな人は好きというものでもないし、えーまあ、ビットコインってね、えー、ただ単にその計算してあるっていうふうに決めてるだけのもんなんで、まあ、あるってもんがあってもなくてもしょうがないし、交換できないリスクもあるんだから、 交換できないリスクを、えー、まともに考えたら、じゃあそれはリスクが高すぎて価値がないんじゃないのと、ね。気がついて暴落っていうのもありえますねで。最悪のシナリオ3。ね、間抜けを一望打尽にかむる詐欺だった辺ね。ある日、誰かが書いたシナリオ通り、間抜けなかむには想定外の出来事が起こり、仮想通貨というものはなかったことになると。まあ、何らかの理由でね、取引所というものはなくなってしまうと。 それが、えー、ある日ハッキングなのか電源が落ちるのかね、えー、マイニングしてたシステムが全て、えー、どうにかなっちゃうのか分かりませんけど、まあ何しろそういうね、そういうよくわかんないのにみんなが熱狂してるってことは、まあ、誰かがね、ひょっとしてアホを騙して一物出しに金取れるんじゃないのと書いてるシナリオの可能性もあるんじゃないのかなというふうに思いました。まあこれはね、まあ、えー、私が、えー 全部分かってると、ね。お前はまだまだ何もわかってないという、ね、反応もあるかと思いますけど、まあ、いずれにしても、ね、そのビットコインに手を出して儲けなきゃいけない理由は、えー、何もないとで。送金なんかで、ねえー、手を出しちゃうと、まあ、それが元とに、ねえー、残ったお釣りが儲かったとか言ってのめり込んじゃう危険にもなりますので、まあ、どうせだったら、ね、アマゾンの株にかけてみるとかね。 アジアのどっかの国の成長にかけてみるとか、まあ、そういう多少なりともね、関連のあるとか分かるもんで、えー、儲けるとか、損するとかっていうのはいいんでしょうけど、この分かんないもんで得したり損したりっていうのはね、えー、どう転んでも、えー、いいことがあるわけないんで、ある予感がしないんでね、やっぱビットコイン、えー、手出ししない方がいいなというふうに思いました。ね、短,短期間で100倍になったとか、ね、何十倍になったとか言ってますけど、あの別に ワらんとでもそれぐらいの倍率で動いてるのはいっぱいありますんで、何もわざわざね、何がどうなってんのかわかんないビットコインに手を出すことはなかろうという結論に達しました。以上、また質問があればお待ちしてます。メンバーアカデミー、堀秀夫でした。